緊急,緊急列車停止装置、緊急列車停止装置、緊急列車停止装置、エマージェンシーブレーキは、列車運転中に運転士が失神、居眠り、急病などの異常事態が発生した場合に、自動的に列車を停止させる、運転保安装置である、EV 装置とも呼ばれる。時速1 5トル以上で走行中の列車の、運転士が、マスコンブレーキ、軽 機関車の場合はこれらに加え、砂巻き操作も入るなどの機器のいずれかを指定時間1分に設定されている場合が多い、上操作しないと警報ブザーが明動するとともに、警報ランプが点灯し、5秒以内にこれらの機器を操作するか、リセットスイッチ、バー、またはボタン式を操作しない場合、即座に非常ブレーキがかかる。従来、国鉄時代は機関車や 特急用車両のような夜間や長距離無停車の運用が行われる車両にのみ装備されていたが最近の JR や第三セクター鉄道の車両には標準装備される場合がほとんどあるワンマン運行されない線区の車両への採用は運転士のみの乗務となる改装などの非営業運転に対応する目的である従来は運転士のみの乗務となるワンマン対応車や 運転士一人のみの乗務が原則となる日本貨物鉄道 JR 貨物の機関車には EB 装置またはデッドマン装置を搭載することが義務付けられていたが2006年からは例外を除きすべての車両に搭載することが義務付けられている設置対象基準は以下の表の通りとなっている東日本旅客鉄道 JR 東日本では209系4次から 採用された、その後、未搭載で製造された車両もある。西日本旅客鉄道 JR 西日本では207系2000番台二次車及び223系2000番台二次車以降から採用された207系及び223系は後に非装備車への追加設置が行われた。奈良電車区所属の221系や国鉄型車両の一部にも取り付けられている。 2016年に追加増備された225系の EBN 型は EB 装置よりもデッドマン装置に近いものとなっている。九州旅客鉄道 JR 九州では時間の設定を試験的に60秒から40秒に変更した車両がある。また、青波線では30秒に変更されている。一方で、私鉄や地下鉄の場合はマスコンから手を離すと、 非常ブレーキがかかるデッドマン装置が一般に採用されているが、デッドマン装置と EV 装置を併用する事業者も存在する。JR 福知山線脱線事故以降、国土交通省の省令により、緊急列車停止装置の設置が義務付けられることになった。JR 西日本は2010年、平成22年6月現在で、約95%の在籍車両について、 整備を終える。しかし、同年3月31日から4月1日にかけての新聞報道によると、同社が装置を取り外したままにしていたり、スイッチが切れたりしていた車両を、福知山線や片町線、山陰本線、大糸線などで運用していたことが判明している。同社は事態を重視し、取り付け取り外しの確認を徹底させる、要運用方針を改正したり、 スイッチの点検などを義務付けるなどの対策に乗り出している。また、同年7月にも、同装置の電源が切れた状態の車両を、湖西線や東海道本線、草津線などで運行していたことが判明した。また、山陽本線や山陰本線などで、EB 装置の警報スピーカーのカバーの内側に、一部の運転士が音量を絞るために紙などを詰め込んでいたことも発覚している。 また濃いかどうかは不明だが2013年、平成25年9月8日には、奈良線で運転中1分以上機器を操作していないのに、ブザーが鳴らないことに気づいた運転士が終点に到着後確認したところ、反対側の運席の EB 装置のブレーカーが切になっていたことがあった。このように EB 装置の電源が入っていない状態でも、運転自体はできてしまうため、 他の鉄道事業者でも同様な事例が見られる。2011年、平成23年に国交省から業務改善命令を受けている JR 北道では2017年、平成29年4月27日の特急スーパー北斗4号が札幌運転所札幌駅函館駅間、改装を含む運転全区間で EB 装置のスイッチが 説の状態であったことに運転士が気づかいまま、運転されていた。このほか、意図的な取り外しなどによるものではないが、2010年、平成22年8月26日には、長浜発姫事業新快速として運用中の2 2 3系で、運転室の軽機類とつなぐための鎖が、EV 装置の配線と接触し、ショートを起こし、EV 装置の電源が切れるトラブルがあった。 この列車の運転士は気づかないまま姫路駅まで運転を続けていた。また2016年平成28年5月6日には京都発倉吉行特急スーパークト1号が京都大阪間を EB 装置を作動させないまま26分間にわたり走行した。この区間ではこの影響で列車7本が最大18分にわたり遅れ。 約6000人の利用者に影響が生じる事態となった。危機の不具合によるものでは、2013年、平成25年8月2日には、常用発京都業の電車において、同装置の電源が入りになっていたものの、装置が機能しない状態で運行を続けていたことが判明した。同年8月17日には、岩徳線岩国発徳山業の列車において、 eb 装置の不具合により遅延するトラブルも発生している。2014年平成26年12月25日には倉吉発京都業のスーパーハクト6号において eb 装置の不具合により運転を打ち切るトラブルも発生している。2014年平成26年10月6日にはソフトウェアの設計ミスにより ATC 等が 自動的に動作した場合も運転士が操作を行ったと認識し、EV 装置のブザー明動までの時間が規定よりも伸びる事象が認され、JR 東日本をはじめ各社の装置でも同様の不具合が見つかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。